ローランの死ン風景が、ローランは女子詩、ローランの歌に登場する伝説的パラディン。パラディンはパラティン、そしてラテン語のパラティヌスから派生した語で中世及び初期近代ヨーロッパの多くの国で見られた一定の行為にある騎士である。本来パラディンは古代ローマ皇帝ディオクレティアヌスによって自重としてまた親衛隊と呼ばれる宮殿の護衛兵として作られた。 中世初期には意味が変わり、ローマ教皇に使える交換と、新聖ローマ帝国のパラティン博と呼ばれる行為の貴族になった。同種の称号は19世紀のハンガリーで、また20世紀の初頭のドイツ帝国、イギリスでも使われた。パラディンの称号は時代を超えて様々な言語で使われ、異なる綴りが生じた。パラディンの語源は、ラテン語でパラティウムに属するものを意味するパラティノスである。 パラティームはローマの七つの丘の一つであり、オクタビアヌスの頃から皇帝の館が置かれていた。パラティームにある住まいもパラティヌスと呼ばれた。パラティヌスは欧州諸言語で宮殿を意味する言葉の語源となり、ここからパラディンは宮殿の交換との意味も持つようになった。ラテン語は中世を通じて筆記において支配的な言語であったため、この語の意味はほとんど変化しなかったが、 すりは言語によって変化した。ラテン語のパラティネスから中期フランス語のパレ以前に、ノルマン王朝と共に、英語のパラディンとパラディーンが生じた。中世初期のドイツにおけるパラディンは、王の選挙校である、宮中博だった。宮中博には不要の基礎となる領地として、プファルツが与えられた。英語のパラディンは、イタリア語系のパラディノから、近代英語に借用されたものである。これは、 後期中世のフランスの主題の論述の大部分はルドビーコ・アリオストやマッテオ・マリア・ボイアルドといったイタリア人によってなされたからである中世文学のフランスものではシャルル・マーニュの家臣として知られていた12優勝がパラディンと呼ばれていたこの用法に基づいて現代ファンタジー作品のパラディンは高潔な聖騎士を指すようになったありがとうございます